どうもこんにちは、そうやです。はい、今回はですね、久々にちょっと工具のご紹介でもしてみようかなと思いまして、動画を撮り始めました。前の工具の紹介がいつやったかな、秋頃でしたかね。そんぐらいに、紹介をさせていただいたんですけど、まあそれからまたいくつか工具を買い足したので、せっかくだからちょっと動画にしてみようかなと思いまして、今回撮っております。まあ、ただそんなに大した量を買ってないんでね、小物は結構買ったんですけど、工具らしい工具は私の場合必要にならないと買わないんで、実は意外と増えてないんです。まあ、大体今年の後半ですね、今年の後半で買った工具をご紹介させていただきます。それでは、早速一つ目、紹介していきたいと思います。はい、まずはこちら KTC のよメカニッククリーパーになります。これは今年嫁さんがですね、私の誕生日に、お祝いでくれた工具になります。お値段はですね、9800円と結構お高めな、部類に入るんですけども、まずですね、なんでこんなお高めの、メカニッククリーパーにちょっとしたかっていう理由をですね、ちょっとお話しさせていただきます。アストロプロダクツとかに行ったらですね、メカニッククリーパー売ってるんです。だいたい3000円から、まあ、5000円以内で、プラスチック製のもっと軽量なメカニッククリーパーだとか、あと折りたたみ式、これと同じようなクッション付きの、ちょっといいタイプのやつも売っております。ただですね、まあ、何が良かったのかと、言いますとですね、まあ、私今動画に映っておりますけど、結構ですねお腹が出ておりますね。はい、体重がですね、それなりにあります。アストロプロダクツとかの、まあ、高いやつを買えば問題はないんですけど、アストロプロダクツとかに売ってるプラスチック製の安いメカニッククリーパーだとですね、体重制限に引っかかってしまう感じだったんで使用できなかったんですね。でそれで体重120キロ以上、まあそんなにないんですけど、まあ、仮に自分の腹で、まあ、腹ジャッキですよね、ミッションとかを抱えた時にメカニッククリーパーが壊れないか、そういうことも考えてこちらを買ってみました。で一応キャスターはですね6つついております。フレームがですね、頭真ん中に2本で、一番下に、もう1本入っております。で骨組み自体も結構ですね、スチール製の角パイプを使ってて強度があります。キャスター自体もですね、すごく安っぽい、っていう感じではなく、ガタつきがそんなにありません。結構いいキャスターを使ってます。で表面のですね、このクッション、クッションがですね、安物はなんか硬いというか、ちょっと戻りが悪いような、毎日やっぱり感触的に良くないクッションって感じなんですけど、 KTC のクリーパーはですね、私が使ってみた感じではすごく寝心地がいいんです。この上でお昼寝ができるっていうくらい、すごく寝心地が良かったです。で頭側を持ち上げれば、このようにリクライニング機能もついておりますんで、頭の角度を変えることができます。でこちらのレバーで頭の角度を、もっと戻したり、まあ、ロックをかけたりとか、そういうこともできます。と、まあ、こんな感じでですね、使った感じはすごくいい感触の、メカニッククリーパーを、今回購入しました。ただ2点だけ、ちょっとイマイチだなっていうのはやっぱりあります。一つはですね、プラスチッククリーパーとかだと、この脇のところに、工具の置き場があるんですけど、まあ、あんまり使うことはないんですけどね、やっぱりあるとないとじゃあちょっと違うんで、工具の置き場があったらよかったなとは思いました。でもう一つがですね、これも仕方ないことなんですけど、強度がある分結構重たいんです。片手で持てるぐらいなんですけど、プラスチッククリーパーだとか最近流行りの折りたたみ式のクリーパーに比べたら、やっぱりちょっと重さは気になりますね。とはいえこの強度にはやっぱり変えられません。どうしても車体の裏でこのクリーパーを使って作業してるとですね、重たいものを持って作業するパターンっていうのもありますんで、それなりに自分の耐荷重プラス、まあ、30キロぐらい見て、クリーパーを選んでたらこいつに行き着きました。私的には初めてちゃんとしたメーカーものの工具を買ったんで結構満足しております。この KTC っていうロゴが入ってるっていうのも結構、優越感ありますね。これがですね、一応今年の、まあ、後半にかけて購入した工具の一つになります。では続いていってみましょう。はい、続きましてがこちら、モノタロウ20イヤーズ、モノタロウ20イヤーズということで、先日ですね、モノタロウで20周年記念のイベントをやっておりました。でその際に5000個限定で販売されたポケットサイズの、マルチツールになります。価格はなんと0円です。はい、ただですこれ。じゃあ中身を開けてみましょう。5000個限定なんでね、争奪戦になってたとは思うんですけど、私は運よく購入することができました。はい、こんな形でですね、外観はここにクリップがついております。これでベルトとかにですね、引っ掛けることができます。じゃあ中を開けてみましょう。パカ、はい、はい、このような形でですね、小さなラジェットハンドル、そして、5mm から 13mm までのソケット、プラスドライバーのビットがですね、
プラスの1から6、そしてアダプタートルクスレンチが、TX10 から TX30 で、ヘックスがですね3から6まで入っております。これがなんとタダです。最高ですね、モノタロウさん登録しとってよかったわ本当。まあ、もちろんこれはね、車のガレージ作業とかで、使うわけではないんですけど、いざという時に持っとけるポケット工具としてものすごく重宝すると思います。ちょっと使ってみましょうか。ラチェットはこちら切り替え式ですね。端数はそんなに多くはなさそう。でも質感はそんなに悪くはないです。アダプターを差し込みます。バチャ、はい、でソケットも差し込みます。はい、こういう感じですね。結構ですね、その無料で配布された工具の割にはすごく質感はいいですよ。他にもですね、プラスドライバー、はい、こんな感じですね。で続いてトルクス、はい、トルクスです。いいですね。で使用が終わりましたらガチャッと、はい、しまって、これでベルトに刺すだけという工具です。手のひらサイズなのでとても持ち運びがしやすいです。まあ、厚みはですねそれなりにあるんですけど、大きさがそんなに大したことないので、まあ、ちょっとした出先の作業とかでとても重宝する工具だと思います。いや本当小野太郎さんありがとうございます。5000個限定です。これちょっと大事にします。これはですね本当数日前に、たまたま見かけて購入できたので本当運が良かったです。はい、というわけで、今回もご紹介する項目2つ目はこちらの20周年記念で配布されたモノタロウさんのマルチツールセットでした。では最後3つ目いってみたいと思います。はい、というわけで最後の3つ目はこちら SK11 の卓上ボール盤 SDP300V になります。これは本当に数日前に購入した工具です。ようやくボール盤を買いました。こちらはですねヤフーショッピングで購入したんですけど、この間ペイペイ祭りが開催されておりまして、その時に購入したおかげでポイントがかなり返ってきました。通常は1万5000円ぐらいで販売されてるんですけど、1万2000円くらいで購入することができました。特にですねそんなに紹介する部分はないんですけど、やっとボール盤を買いましたということでですね、穴開け作業がすごく楽になります。今まではですねこのマキタのインパクトドライバーを使って穴開けをしてたんですけど、さすがにインパクトドライバーで穴開けをするとですね、まあ、穴開けの位置がちょっとずれちゃったり穴の角度がちょっと、おかしくなっちゃったりですね、まあ、いろいろと実は難点があったんですけど、やっぱりボール盤があると全然違います。回転数の調整もできますし、あとインパクトドライバーに比べてボール盤はこの芯のブレがですねすごく少ないんで、綺麗に穴開けをすることができます。まあ、どんな具合かはですねちょっと見ていただきましょう。すごく静かですよね。でそこまでブレも大きくありません。まあ、最初はですねバラバラの状態で箱に入ってきたんで、組み上げる時にベルトの調整とかそういうものですね、ちょこちょこっとやったんですけど、まあ、とっても簡単でですね説明書通りに進めていけば、すぐに組み立てることができました。だいたい10分ぐらいでもう組み立て終わりました。こいつはですねマニキが、一緒にセットで付いてきてますんで、別途購入することもなくもうすぐに作業を始めることができました。ボール盤自体ですね、私は今まで中古のものしか見たことなかったんですけど、やっぱ新品はですねモーターの駆動音が静かですくいいですね。もっとギル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 言うもんだと思ってたんですけど、ここまで静かだとは思いませんでした。それに SK113 のボール盤は見たところ、まあ、軸のブレがちょっと少ないような気もします。他の外国産だと結構この軸ブレが目でわかるくらいブレてるやつがたまにあるんですけど、このボール盤はそこまでブレているっていう感じはなかったんで、結構いい買い物できたんじゃないかなと思います。はい、というわけで、うちのガレージはですね私が一番最初に欲しかった卓上工具、ようやく全部揃えることができました。こちらからベルトディスクサンダーでボール盤、そしてこちら精密卓上旋盤です。なんと贅沢なんでしょう。こんだけ揃ってれば大体のものはですね、作ったり加工したりできるんで、これからまた楽しいガレージライフを過ごすことができそうです。はい、というわけで今回の動画はここまでとなります。久々に工具紹介とかやってみたんですけど、前ほどそんなにたくさん買ってたわけじゃなかったんで、まあちょっとボリュームは少なかったような気がしますけど、いかがでしたでしょうか。またですね面白い工具など、購入しましたらこういう形で動画を作っていきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。